はい、もちもち TV のもちです。今回はですね、ジャニーズジュニアが、まあ、22歳で活動を終了するということについて、ちょっと話したいと思います。まあ、ジャニーズジュニアって結構もう年齢制限がなくて、まあ、25歳、30歳とかになっても、まあ、ジャニーズジュニアで今まで入れたということで、まあ、そこにちょっとなんか疑問を抱いてて、あ、どんな年齢になっても、まあ、ジャニーズジュニアって、ジュニアってつくんだと思って、そこがちょっと僕不思議だったんですけど、まあ、今回、まあ、誰が導入した、タッキーが導入したのかなんかよくわかんないですけど、22歳で終了ということで、僕はこれね、なんか結構賛否両論あると思うんですけど、まあ、すごいいいことじゃないかなって思いました。なんか、22歳ってちょうど、まあ、大学卒業のタイミングじゃないですか。なのでそこでちょうどジャニーズジュニアとしても卒業を迎えられる、まあ卒業っていう形なのかどうかよくわかんないですけど、まあ満期みたいな感じで、まあそこでちょうど終えれるってことで、もう人生の選択肢、人生の幅が広がると思うんですね。なんかダラ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 やっててもちょっとなんか結構厳しい意見かもしれないんですけど、まあ、ダラダラ続けてても、まあ、デビューできる人とできない人って結構はっきりしてると思うんですね。やっぱジャニーズってものすごいブランドだと思うんで、それにしがみつきたいっていう気持ちは、ジャニーズでいたいって気持ちは本当よくわかるんですよね。なので、まあ、自分から結構やめづらいと思うんですよ。で、しかもましてやもう嵐みたいな、あのすごい活動を見せられると、やっぱ同じジャニーズにいたら、もう憧れちゃうと思うんですよね。僕も多分ジャニーズにいたら多分憧れちゃうと思うんで、なかなかその辞め時を見失うと思うんですね。なので、本当22歳で区切るっていうのは、本当今までもっと早く導入しても良かったんじゃないかなって思ったんですけど、本当いいことだと思いますね。で、ジャニーズは今嵐が活動を休止していることによって、ちょっと稼ぎ頭がいなくなったみたいな状態じゃないかなって思うんで、結構その予算的にも、もう人数が今200人でしたっけ ?200 人ぐらいいると結構かかっちゃうと思うんですね。まあ、そこを少数精鋭にする感じでやっていくのは本当にいいことじゃないかなって思う。この前、まあ、この前っていうかつい最近なんですけど、まあ、ショーチャンネルで、まあ、ショーくんがバク転できないってやってて、で、スノーマンも、なんかスノーマンが教えに来るっていうくだりがあって、で、そこでスノーマンも次々とバク転を披露してったんですけど、まあ、スノーマンの中にもバク転がまだ練習中だっていうメンバーが2人いて、僕、スノーマンみたいな、あんなに激しく踊るグループは、もう全員バク転ができるものだと思ってたので、あ、まだ練習中のメンバーとかいるんだと思って、で、これを多分、ジャニーズなんか精鋭、少数精鋭にしたら、本当に、もう全員バク転は当たり前みたいな、そんな時代が来るのかなと思って、もうデビューした段階で全員余裕でバク転できますみたいな。でもまあ、翔くんができないって言われると、まあ、翔くんみたいな、なんか知性派の、まあ、バク転できなくてもいいじゃないかみたいなメンバーがいてもいいかなとは思うんですけど、なんか本当にジャニーズジュニアのレベル全体が上がってくると思うんですよね。なので、ハイレベルのジャニーズジュニアたちが結成するもうグループがいろいろ誕生してきて、まあ今も結構グループ、いろんなユニットがあるじゃないですか。なので、さらに絞られた、さらに精鋭たちが集まるようなグループができてきて、本当にこれ、今後のジャニーズが楽しみな制度だなって思いました。で、ちなみにですね、僕もバク宙を一回練習してたことがあってですね、本当になんか、高校生ぐらいの頃なんですけど、なんか僕の友達に村上くんっていう人がいて、その村上くんが、そのバク宙とか、バク転とか、もう大体できたんですね。それを見て、あ、かっこいいなって思ってて、まあ、僕は、なんだろう、前転、こう手をついて、前に回って、足で着地するやつ。あれはできてるようになったんですけど、そのバク宙が、本当ビビってできなかったんですね。で、そのバク宙をやりたくなるきっかけっていうのが、本当に高校生の頃に自転車通学してたんですけど、まあ、帰りに結構急な坂道があったんですね。で、そこの坂道、まあ、高校生って結構、ワイワイしながら、なんかいろんなことをやりながら帰ってくじゃないですか。で、そこで、なんか本当に急な坂道を、どのくらいスピードが出せるか、やろうぜっていう話になって、で、その、村上くんと、まあ、他にも2、3人ぐらいいたんですけど、本当に急な坂道を、ものすごいスピードで降りてたんですね。で、本当に、車よりも速いんじゃないかって、もう体感で言うと、もう完全に車より速い感じですよね。速い、車より速い、猛スピードで降りてって、
で、そこで村上くんがハンドル操作を、チャリのハンドル操作を誤ったんですね。誤って、で、こういうガードレールにチャリごとぶつけたんですよ。チャリごとものすごいスピードでガードレールにぶつかって、で、もちろんチャリもその場でほんとひん曲がってダメになったんですけど、そのチャリにぶつかった衝撃で村上くんが、ほんと、なんていうか、宙を舞ったんですね。ここにガードレールがあるとすると、これぐらいの角度からこうやって降りてきて、チャリで。で、ここにチャリだけガンってぶつかったんで、もう本人はほんと吹っ飛ぶわけじゃないですか。本人は吹っ飛んで、向こう側の、もう大学の敷地みたいなところの、向こう側の方に飛んでって、で、それで、それからがすごいのが、もうその宙を舞ってる瞬間、僕は結構長く感じたんですけど、僕は後ろにいたんで、その宙を舞ってるところが見えたんですね。これはもう大事故だと思って、多分大怪我するぞと思って、やばいことになったって思ったんですよ。でもその村上くんが、このくるっと回って、くるっと回ったのはまあ多分衝撃で回ったんですけど、そのくるっと回って着地したんですよ、落ちちゃって。で、その着地したのを見て、本当もちろん無傷で、お、かっこいいと思って、で、村上くんがもともとバク転とか、バク宙とか、もう前転前宙とか、もう全部できたので、これは、もうそういうののおかげだと思って、この身体能力のおかげの体の柔らかさとかもそうだと思うんですけど、おかげだと思ってすげーってなって、そこから僕もちょっと練習し始めたんですね。でも結局まあ翔くんと同じで、後ろに行くっていうのはやっぱ恐怖心が結構勝ってるので、まあしかも本当に練習してくれるプロの選手とかも誰もついてないんで、普通の空き地みたいなとことかで練習するしかないんで、もう余計怖くて下が割と硬いんで。で、結局できなかったんですね。まあ、結局バク転できなかったのが結構未だにちょっと心残りなんですけど、まあ、翔くんも心残りだって言ってたんですけど。まあ、心残りなんですけど、でも、ジャニーズがもう何の話をしてるんだって感じなんですけど、ジャニーズが本当少数精鋭になったら、ほんと全員バク転、バク宙、前転、前宙、もう全部できる状態からスタートみたいな感じの子たちがほんと集まってくると思うんで、まあ、ダンスとか身体能力だけじゃないですけど、ジャニーズは。ほんとそうなってくるこれからのジャニーズが楽しみだなと思いました。はい、以上、もちもち TV でした。